うわテンション上がってきた。ここまで来たぞビッパで。え待ってダメだ。リカルゲって意外と遅いんだ。うわこれでかい。これ分かったのでかいし、お前何やってんの。働きすぎでは。は？おい普通に切れるぞ。ミカルゲレベル61か。おいおいそんなレベルで勝てると思ってんの。悪の歯どう耐えるか。耐えない。まずいね。うわ同じくらいか。しかもお盆か。お盆なのか。あやめてやめてよ。奇跡を見せてくれないか。お前の奇跡俺に。はぁ、引っ込めやがった。お願いします、慈悲を。我に慈悲をください。耐えて。はぁ。頼む、篠田さん。1時間かかったん、ここまで。篠田さん、お願いします。行こう。最終バトル、うわぁ。曲がいい。元気にしてた？そう、天眼山のこと感謝しています。いや、マジでやべえな。テンションが爆上がりです。どんな困難にぶつかってもポケモンと乗り越えてきたのね。それはどんな時でも自分に勝ってきたということ。そうだよマジで自分に勝ってきたよ。そうして学んだ強さ君たちから伝わってくる。さてとここに来た目的は分かっています。ポケモンリーグチャンピオンとして君と戦います。うわーテンション上がってきた。いや俺この BGM 結構トラウマなんだよね。チャンピオンゼロブレーンみたいなやつ来たー。チャンピオンここまで来たぞビッパで。やったろうぜほんと最後まで。最強最愛で倒す時が来たよ。行くぞビッパ。プレッシャー。あーこれなんかあれか、 PP が2段階減っちゃうやつか。まあまあ一旦もう信じてきた影分身。え待ってダメだ。え待って今気づいた。ダメだ、どっちも効果ないだ。うわーここに来てボンミスマ、ここに来てボンミスマジですか。うわやったな俺。シジミだ。いったシジミだ。鬼ビーしてくるだろ確か。シジミって、シジミじゃねえ、シジミじゃねえ、なんだっけこのミカルケって、鬼ビオミシジミだ。悪の波動、これどんぐらい食らうかによるな。強すぎないですか。そう強すぎないですか。これシジミ落とすの本当に得策かな。いやどうだこれ、シジミ落とすのが得策かどうかって考えると得策じゃないんだけど、他にね落としていいキャラがあんまりいないんだよな。サンタはどこで使えるんだ。ミカルゲ、ミカルゲじゃない、ミロカロスとかで使えるか。そうなるとやっぱちょっとシジミかな。あくびからの展開がねちょっと最速置き予想するとちょっと微妙だから、あくびろ、鬼火予想。あいい、先行立ってるシジミ。ミカルゲって意外と遅いんだ。うわこれでかい。これ分かったのでかいし、お前何やってんの。働きすぎでは。は？おい普通に切れるぞなんか。理不尽に切れるぞ俺。守って一回眠らそう。これはでかすぎ、お前やってることやばいって。本当に大活躍だなシジミ。自分の役割分かりすぎてる。てかミカルゲレベル61か。おいおいそんなレベルで勝てると思ってんの。ってなるとどうだ。そうなってくるとまあ、第2の矢ビッパだよな。もうビッパで最後まで貫いていくしかないか。正直10万ボルトと冷凍ビームがあれば全キャラいけるよな多分。なんならガブリアスまで貫けるまであるか。でもあいつ確か今作さなんか軽減してくるんでしょ。普通にやってることえぐいよね。影分身、よしよしよし。これシジミによって生まれたチャンスだ。ガチでチャンス。グーグー眠っちゃって本当に。ミカルゲはどこまでも寝てなって。影分身いいよ。最後までやっぱ影分身で貫いていくしか。片目しか起きてないけど大丈夫ミカルゲ。うわ当ててくる、耐えるか。強っ、マジか、超強えな。しかも
ちゃんと当ててきたし。うわー、これもう5個しかない。回復使うしかないな。頼むビッパ、ここかわしてくれ。なんか俺これ回復の少なさで負けるのが一番嫌だな。一番嫌だ。かわしてくれ。よし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 、でかいぞ。もう本気だ。ここまで来たら勝つぞ。みんなで、みんなの力で勝つぞ。シロナに悪の波動当たらない。でかい。これは普通にチャージビームか。チャージビーム打っていこう。なんかでもミカルゲって意外とヤバそうじゃない。硬いわ。全然硬い。ヤバくない。当たるか悪の波動。うわ、痛え。普通に痛え。回復しますか。ここはまあ仕方ないよな。いや回復な、結構持ってきたんだけど、道中で使いすぎた。めちゃめちゃ当てるじゃん悪の波動。マジか、きちい。もうこれサンタかな。いやどうしよう。一回はまあ耐える読みで剣の舞して噛み砕くか。それが多分最高打点な気がするな。先行取れてるのがこれ普通にでかいな。でもさあ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 やっていこうではないか。悪の波動耐えるか。耐えない。これまずいね、まずいね。ミカルゲすら突破できないのか俺は。いやそんなことないはずだ。せめて次のポケモン見ていこうよ。ミカルゲは突破していこう。これ何が得策だったんだ。うわ全然効かねえし。ミカルゲそんな硬いの。悪の波動強くないですか。ちょっと待って、ちょっと待たない。噛み砕くはじゃあどんぐらい効くんだろう。うわ同じくらいか。しかもお盆か、お盆なのか。あーやめて、やめてよ。ガーひとし頼む。奇跡を見せてくれないか。お前の奇跡俺に。はあ引っ込めやがったな。ナメプ、ルカリオ出てきた。天敵来た。一番出てきてほしくないやつ来た。吹雪今一つで受けられた。しかもおお、これ笑いが出ちゃいますね。波動弾来た。かっこいい。波動弾両手で打てや。お前片手で打つなよ。勘弁してください。シロナさんお願いします、お願いします。慈悲を、我に慈悲をください。耐えて。いやまだあるかこれ。シジミこれもラストのビッパだけど、これまだあるか。まだあるだろう。あくびだ。頼む。もうかわしてあくび当たって守るで、もうなんかぐちゃぐちゃになれ。もうぐちゃぐちゃになれ。頼む篠田さん。1時間かかったここまで。篠田さんお願いします。